どうも、ヌヌです。星のカービィスターアライズ。こちら人工衛星エンデ。こちらやります。挟まれるよね。ああ、ボムか。キャンセルして能力捨てて。仲間が忘れた手に入れちゃうと上行けないから。
て、能力置き場解散できる。あー、なるほどね。バーニングレオ、この3体ってか全部選べる？全部じゃないか。とりあえずこれでいってみよう。ボスでしょ。ずんぐりピンク。ザン・ハルル・ディザール。HP ゲージ長くない？ラスボスか？いないな。うん、読めない。というわけでして、復活の儀式を邪魔したダーレガサンニャー。
心のままに死んでもらいますです。マシンガン、あ、痛い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 。気になってるじゃん。アタックかい。何がいいかな。ジャンプでしょ。これで行ってみようかな。これで行ってみよう。
地味だけど攻撃しながら回避するには持ってこいかな。でここは見たからスキップして、回復こっちないんだもんな。悔しいな。ガードとかちゃんとするか。あんまりガードとかしたことないけど。
なんだこれ。ナイスソード。終わりじゃないだろうな、これ。3人を生贄にするの。やっぱりこれですか、最終面は。ティンクルスターライズ。続く。魔人エンデニル。最大チャージショット。よし、あと2つ。どこだ。背中か。
た。3ラウンド簡単に飛ばすかな。
はなんだ。デニールのコアか。操られるのか。しかしね、もう一回よし、高い。ボタン変わるのね。
Thank you.
フレンズヘルパーで大冒険星の〇〇〇が遊べるようになりました。さあ限界をチョイスせよ、ザ・アルティメットチョイスが遊べるようになりました。パートを集めて結末を変えろ、ドリームフレーズ全員で挑むアナザーディメンションヒーローズが遊べるようになりました。はい、というわけで星のカービィスターアライズストーリーモードクリアいたしました。相変わらず星のカービィってまあ伝統というか安定と言いますか、もう最新作遊んでも古いもの遊んでも楽しく遊べる作品ですね。多分この作品を遊ぶ前に遊んだのが多分 Wii U かな、違う64かなのカービィ以来遊んでなかったんじゃないかな。ドロッチェデンとか DS 系も遊んだよ、ドロッチェデンは遊んでないですけど、まあその辺のあたりを遊んだような気もするんですけど、いやーやっぱりカービィ面白いですわ。大人でも子供でも遊べるし、こういった他のストーリーモード以外のモードもあるので、ぜひ、まあこちらは実況ではやりませんが、ぜひ興味ある方やってみてください。結構面白いです。というわけでご視聴ありがとうございました。